皆さんこんにちは。デメ裏に聞きたいコーナーということで、皆さんからのご意見お悩みいろいろ募集しております。概要欄の方にありますんで、ぜひ、ご投稿ください。まあ、コメント欄でも YouTube コメント欄でもね、書いていただければ拾っていきたいと思います。さて今回はエアガン大好き T さん、 T さん2人に聞きたい。田中さんなのかな、田本さんなのかな、いろんな T さんいますからね。デンちゃん、浦方さん、こんにちは。こんにちは。近頃はセミオートのキレを上げるために電子トリガーを入れるのが主流ですね。はい、いやはや僕も次世代の MP5 を軍拡してしまいまして。おお、これ全然関係ない話。ざっくりこうぶち込んできて俺は持ってるぜってやつですね。これパドックで買ったんですかね。どうなんでしょう ね、 そこもちょっと格好が利かなんかでね、パドックで買いましたって、ね、入れてればね、ありがとうございますって素直に言えるんですけどね、分かんないですからね。おそうだね、おめでとう。さて本題に移るのですが、はい、OK パドックさんはデチューンカスタムができますが、電子トリガー入りの電動ガンもデチューンカスタムはできますか。うん、なかなかこうデチューンってことは若いのかな、はい、うん、あのデチューンしたいとか、それともお父さんが子供と一緒に遊んだりするときに使いたいとか、そのパターンもありますよね、うん、あるのかなと思うんですけど、うん、もしパドックにご依頼をいただいたら、はい、僕が受け付けてたら言う言葉はやめましょう、はい、デチューンするのやめましょうって多分言います。電子トリガー入りなら、もったいないですよ。良くも悪くも電子トリガーってある意味バランスを整えたりとか、極端に片方にねレスポンスに寄ったりでできる機能があるじゃないですか。それをデチューンっていうのはもともと組み上がってたバランスを崩すんですね。あの硬いバネが入ってたりとか、それのテンションに合うやつを入れてるやつをバランスと、はい、でそしたら電子トリガーで制御をするっていうとどうなるかというと、電子トリガー自身にも予測不可能な、動きがメカに出ちゃうんですよね、はいはい、そうするとバーストしたとか、うん、ギアがオーバーランする、要は2発打っちゃうんですね、パパンっていうセクターギアがオーバーランして2回回っちゃうとか、はい、そういう不具合が起きる可能性が非常に上がってしまうので、じゃあ電子トリガー入れたらできないのっていうと、できます、うん、できるんですけど、せっかく持っているベース銃に対してその対価がもったいないかなと思う。まあそれは個人のね、僕はいいんだっていう人はもちろんやればいいんでしょうけど、思ってた性能が出ないというのは、まあ、なんでこういうこと言うこと、実際にうちのスタッフのを作ってみたんですけど、はい、思ったような感じにならなかったと。キレッキレの十金ガンが欲しいとか、はいはいはい、っていうことなんですか ね、 これね、そういうことでしょう ね、 ね、だから思ったようにはならんぞと、なかなか、だからちょっとでも設定を間違えてしまったりすると、うん、バーストするから、そのゲームもし、UAB とか壁取りとか今いろいろあると思うんですけど、うん、競技系だったら一発失格になっちゃう可能性があるので、うん、正直なところちょっとそんな不安定なものを競技で使うのは良くないと思うし、うん、まあ、お店としてもこれちょっと進められないとか、まあ、それでお金取るのはね、やっぱそんな不安定なものをやっぱ出しちゃうっていうのは、う、ね、いやできなくはないよと、できなくはないけどかなりアドバンテージにならないからね、うん、それがね、不安定だし、おすすめ全くできないものをやっぱ、ね、進めるってのはどうもなんか次に繋がらないチューンな気がするんだよね、うん、だからまあどうしてもやってくれと言われたら、それを理解した上ではもちろんやってもらえるけど、することはできますが、はい、ただあまりというか全然おすすめはしないですよと。もう絶対 MP5 を次世代の買ったんだったら、うん、何もやらない方がいいです、デチューンなんか。丸井さんが、まあ、仮に MP5 でデチューンして、ね、うん、やろうとしてるんだったら、うわ、もう間違いなくおすすめしないですね。これはね、ちょっとかなりきついんじゃないかなと。デチューンっていうのはやっぱり高い銃からデチューンすると性能がいいのかっていうと、そうでもないので、デチューンには長さの観点があって、シリンダーの容量があって、バレルの長さがあってって、デチューンって普通の上げるチューニングより難しいんですよ。パワーを落とし込むっていう方向なので、まっすぐ飛んでパワーを落とす、ホップはちゃんと効くっていうところのバランスを取っていくのは難しいので、アナログの方がいいんじゃないかなというのが僕の答えになります。ご納得いただけたでしょうか。
別にあの背景の部分ですね、この後ろがあのいつもと違うと思われてる方いらっしゃると思うんですけど、これバックヤードで僕ら追いやられてここにいるわけじゃないのでご安心ください。このコーナーも無理やり始めたんかとか思われると悲しいですけど、僕らが好きでここでやろうかって僕は言いましたから。そうですね、まあ一番静かではあるけど、ちょっとちょっと変な音してるかもしれないけど、はい、基本的にはあのこういうなんかね、縁側のおじさんたち2人が答えるみたいなシリーズでやってますんで、もしね、エアガン大好き T さんでしたっけ、そうですね、はい、参考になってデチューン、あ、なるほどなって、デメリットも受け入れて、メリットも多少あるんでしょって思うのであれば、うん、ご依頼ご相談いただければと思います。ご質問ありがとうございました。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。